テオルギー・ワシリエビ・ィ・チチェーリンは、ソビエト連邦の政治家、外交官。1918年から1930年まで、外務人民委員を務めた。ロシア帝国、田んぼ府県の貴族の家に生まれる。父・ワシリー・チチェーリンは、外交官。母も外交官の娘である。歴史学者、法学、政治学者のボリス・チチェーリンは、おじにあたる。少年時代から、 ロシアの抱える矛盾に目覚め、ニーチェ、ショーペンハウエル、ガント、ドストエフスキーなどの著作を読みふけった。サンクトペテルブルク大学歴史、哲学部を卒業後、1898年ロシア、帝国外務省公文書館に勤務する。同所勤務での自席には、ロシア外務省史の編纂に携わったことが挙げられる。しかし、帝国の外交官でありながら、 次第に革命運動に共感するようになり、健康上の理由を名目に出国する。ドイツのベルリンやボンで最初に、ドイツ社会民主党に接触、ついで、ロシア社会民主労働党のボリシェビキ、メンシェビキ両派に接触した。1907年チチェーリンはメンシェビキに参加し、ドイツのほかイギリス、フランスで活動する。チチェーリンは、この時点では、 レーニン率いるボリシェービッキには、ドーハの急進的過激な党組織論、戦術論に対して反対の立場に立っていた。1908年にベルリンで逮捕され、ドイツを追放される。また、ロシア外務省も面関となった。チテイリンはパリに移り、フランス社会党で活動を再開する。1914年第一次世界大戦が勃発するとトロツキーを支持し、 祖国防衛派から国際主義に転向、メンシェビキ流の恩恵主義から転換する。1917年ロシア革命の時にはイギリスにいて反戦運動に取り組むがイギリス当局に逮捕、拘束される。しかし、10月革命によってレーニンを主犯とするソビエト政権が樹立。外務人民委員に就任したトロツキーは英国政府に対し、 チチェーリンとマクシムリトビノフの釈放を要求し、1918年1月に、イギリスの中路大使、ジョージ・ブキャナン及びブルース・ロックハートと交換の形で、釈放され、帰国する。帰国したチチェーリンは、ロシア共産党に入党し、直ちに、ブレストリトフスク条約調印に派遣される。ブレストリトフスクでは、レーニンの指令に従って、 条文を読まずに早期に講和条約に調印した。5月、トローツキーの公認として外務人民委員となる。外省就任当初の最大の課題はシベリア出兵問題であったが極東共和国を干渉国家として日ソの衝突を避ける方策を取った。内戦終了後のソ連は近隣諸国との関係改善を演出する一方で、 世界各地に革命を輸出するという二元政策を取ったが、チチェイリンは外相として外交的な難局に直面する。1922年に開催されたジェノア会議ではソ連全権として出席し、レーニンの指令を忠実に実現した。日本との関係では、この時の日本全権の石井菊次郎外相との間で激しい論戦を繰り広げたエピソードが残っている。 ジェノバ会議では外交手腕が列強首脳からも評価され、特にイギリスの首相ロイド・ジョージはチチェリンを激賞している。さらにジェノバ会議中にチチェリンはドイツ外相バルター・ラーテナウとの間に秘密交渉を展開し、ラパロ条約を電撃的に締結し、世界中を驚愕させた。こうしてチチェリンはドイツ及び アジア諸国と緊密な関係を構築することに成功し、その関係を基礎として、ベルサイユ体制に対しては、批判的な外交政策を遂行していった。1925年ソ連共産党中央委員に選出される。1930年7月に健康上の理由で外相を解任され、公認の外相には外務次官のマクシム・リトビノフが就任した。なお、チテイリンは、 1921年にプラウダ市場でスターリンが担当していた民族問題政策を批判し、1927年にはスターリンに外交政策を批判する書簡を送って、自らを外省から解任するように申し出ている。また、元来がトロツキーと親しい関係にあり、トロツキーの失脚、亡命とともに立場が弱体化していったと観測される。 1928年ドイツへ、天地療養を名目に出国。1930年の外相を解任後、特別年金生活者となる。地底林は、個人生活では、生涯独身を保った。声は低くサビのある声であったと言われ、また、昼間寝て、夜遅くまで執務していたという証言もある。モーツァルトのファンで、モーツァルトに関しての著作がある。露国の心臓をつく。 東京日日新聞社、大阪毎日新聞社編、1936年、40ページ。ありがとうございます。